値段は疑え。はい、どうも皆様こんばんは。おはようございます、こんにちは。はい、こたパパです。今日もね、一つよろしくお願いいたします。早速なんですけど、日曜日だから昨日か、昨日の夜にAmazon ググってたら、特選タイムセールで安くなっていた、ワイヤレスイヤホンがあったので、検証用としてちょっと買ってみました。クーポン聞いて、だいぶ安く買えたので、まあ、こけても大丈夫かなぐらいの値段なので、そちらをちょっと今日は検証していきたいと思います。今回購入した、まあ、イヤホンなんですけれども、まあ、ワイヤレスなんですけど、いわゆるね、ながら聞き用の、イヤホンなんですけども、まあ、いろんな、ね、バージョンがあるじゃないですか。いわゆるね、スピーカータイプになるのか、ちょっと接触した形で聞いたりするのか、ね、あとは骨伝導とかですよね、直接ここ、お肌くっついて、音をね、伝えるっていう。まあ、ながら聞き用のイヤホンもいろいろあるわけで、その中で、今回ね、買ったものの立ち位置はどの辺にあるのかなっていうのがちょっと、わからなかったので、今日のね、動画でね、それが解決できればいいなと思って、ぜひ皆さんとね、一緒に、商品開けて、レビューしてまとめていきたいと思います。ということで本日もですね、動画の方、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。この情報役立ったと思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。はい、あとね、高評価をいただけるだけで、僕の動画作成モチベーションがバッと上がるんで、その辺も合わせてよろしくお願いします。はい、それじゃあ早速やっていきたいと思います。ちょうど特選タイムセールの最終日だったんですよ。間に合ってよかったと思ってね。それではね、やっていきましょう。レッツゴー。はい、本日ご紹介する、完全ワイヤレスイヤホンはこちらになりますね。キーパルというところから出ております。型番がですね、こちらを見ていただくとわかるんですけども、OWS の I-20 ということなんですけども、何かと言いますと、冒頭で述べた完全ワイヤレスイヤホン、のながら聞き用の、イヤホンとなっております。大変お安くゲットできたので、しっかり検証していきたいと思います。ぜひ皆さん一緒に検証してください。よろしくお願いします。それじゃあ早速開けていきたいと思います。はい、それじゃあ開けまーす。それ。よいしょっと。おー。はい、このような感じになっております。ということで、外箱はいいとして、はい、こちら、中身ですね。とりあえず置いといて、まずは、同梱物の確認からやっていきたいと思います。ちょっと準備しますね。はい、同梱物が、2つですね。すんごい少なくてびっくりしました。左側取扱説明書となっておりまして、右側に充電用のタイプ A2 タイプ C の、USB の、ケーブルが1本入っておりました。はい、同梱物以上です。本体見ていきましょう。はい、それでは本体早速見ていきたいと思います。いきましょう。はい、ブラックですね、カラーが。で、作り込みをよく見ると、まあ、ちょっとプラスチッキーな感じは否めないという感じですね。大きさに関しては、まあ、僕の手にちょっと余るぐらいなんで、まあ、一般男性なら包み込めると思います。うん、で、重み。少し重いね。うん、はい。まずこちらが表面になりますね。ここに LED のインジケーターが、1、2、3、4つありますね。で、そしたら外観をぐるっと、はい、横はなし。
はい、背面、こちらが、充電口ですね。タイプ C となっております。でまたぐるーっと回る、こちらも横はなしと。はい、正面戻りました。天井は特になし、底辺も全くなしですね。そしたらちょっと蓋を開けてみましょう。はい、あ、見えますか、ランプがついてますね。はい、そしたらイヤホン、を取り出してみたいと思いますね。はい、イヤホンを出した後のケースの中身ですね、このような形になっております。はい、まあ形がイヤーカフの形なんで、それなりの形をしています。はい、特に言うこともないかな。リセットボタンも特に見当たらないですし、何か書き込みがあるとかその辺もね、特に全くないので、はい、ケースはこれで終わりにします。はい、そしたらね、イヤホン本体見ていきたいと思います。はい、こちらが本体となります。ブラックを私は購入しました。こうなってますね。これを耳で挟むっていう形になります。で、操作はタッチセンサー式みたいですね。で、ここ金のところにね、充電する端子が、ありますね。非常にね、軽いです。うん、非常に軽い。強度はちょっと出て壊れない。まあでも挟まってみても、とりわけ痛いって感じはしないけど、これが長時間つけてどうなのかっていうところですよね。ながら聞きをするポイントはそこなんで。はい、そしたらですね、まあ視聴検証もいいんですけど、まずね、こちらのイヤホンの製品概要を見ていきたいと思います。開封レビューはここまでとさせていただきます。それでは皆さん一緒に行きましょう。レッツゴー。はい、開封レビューは先ほどの通りとなります。それではですね、次は、こちらのイヤホンの製品概要の方を見ていきたいと思います。それでは皆さん行きましょう。はい、それでは皆さん今日もやっていきましょう。お付き合いお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日ご紹介させて、いただく、イヤホンになるんですけども、キーパルから出ております、いわゆるながら聞き用のイヤホンでして、イヤーカフ型となっております。これをですね、私は昨日の夜ですかね、そうですね、はい、Amazon の、特選タイムセールの対象になっていたので、でちょっと興味があったので、購入してみました。私はですね、昨日までね、1500円オフのクーポンが有効だったので、それを、適用させて、まあ、トータルとしては3044円でゲットすることができました。でかいっすよね、1500円は。だから元値が4544円か、そっからマイナスなんで、うん、まあ3000ぐらいならちょっとね、こけてもやけどしないかなという思いもあって、ちょっとポチってみました。それではね、製品概要を述べていきたいと思います。私の方で読み上げていきますので、ぜひね、心と耳を傾けていただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、それではいきたいと思います。まずですね、ケーブルレスの完全ワイヤレスイヤホンに耳を塞がないという、新発想をプラスした耳に挟み込んでアクセサリー感覚で装着できるイヤホンを開発しました。空気伝導イヤホンというものになるみたいなんですけども、いわゆるカナル型のイヤホンのような閉塞感がないと。そして骨伝導イヤホンのような振動感ですとか圧迫感がない、
つけ心地がいいよっていうことを歌ってるんですけども、確認していきたいと思います。重量なんですけども、片側のイヤホン、わずか 3.8g だそうです。羽のように軽いつけ心地だそうです。で、耳に挟むタイプのデザインで、この、まあ、これはね、僕もありがたいなと思ったんですけど、メガネとの相性も抜群で、干渉することがないっていうことなので、ぜひ試してみたいなと思いました。最初スマホにねペアリングした後は再び使用する場合、充電ケースからねイヤホンを取り出すだけで自動的にペアリングができるようになっております。バッテリー性能ですけども、イヤホン単体で最大約5時間、ケース込みで最大約30時間の、使用が可能となっております。またですね、高品質の7ミリの、複合振動板により、迫力のある低音や、クリアな、中高音を実現しております。また、通話用のノイズキャンセリングが内蔵されておりまして、自分が話す声をクリアに、相手に伝えて、周囲の雑音も低減することができます。対応コーデックは SBC-AAC となっております。防水性能は IPX の5ということなので、ちょっとした汗ですとかちょっとした雨ですとか、まあ突然降られても全然大丈夫ですね。はい、最後通信方式 Bluetooth のバージョン 5.3 を、準拠しております。はい、以上が製品概要となります。ちょっとドキドキしてきたな。早速やっていきたいと思います。それでは皆さん行きましょう。はい、製品概要は先ほどの通りとなります。それではですね、早速こちらのイヤホンの視聴検証をやっていきたいと思います。まずは iPhone と接続してやってみますかね。はい、iPhone と接続することができました。はい。対応コデックが SBC-AAC となっているので、まずは iPhone でね、一曲聴いてみたいと思います。Amazon Music の、Ultra HD、まあ音源はね、の、夏川りみの長早々を聴いてみたいと思います。どうしようかな。とりあえずボリューム MAX で始めますかね。どこまで鳴らしきれるかちょっとわかんないけど、じゃあ行きますね。はい、あー、こういう聞こえ方なんだ。あ、メガネが干渉しないのはすごいいいですね。お友達してんのかな、どうだろう。うわ、これは軽くていいね。耳全然つけてる感じしないよ。やっぱ低音はちょっと逃げちゃうね、これは。このね、スイートスポットをちょっと探すのが大変かな。あ、前より良くなったな。はい、一曲聴いてみました。ボリュームマックスだけど、ちょっと足らないかなっていう気がするので、次、ダップでちょっと反則なんだけど、試してみたいと思います。まあでもね、こう、いわゆる、スピーカー感覚で本当に薄く流れてるような、そんな感じなんで、全然その、いわゆる音楽の重さ、音の重さとか、ね、その辺は全然、感じずに済みますので、あと、これ本当ね、軽いんで、つけてること忘れて、出かけちゃうかもね。普段これ使わねえんだけど、忘れてつけちゃったみたいな。はい、じゃあちょっとダップと切り替えますね。はい、ダップと、ペアリングすることができました。それではね、早速先ほどと同じ、音源、そして同じ曲で聴いてみたいと思います。視聴したいと思います。はい、じゃあ行きます。これがね、今ちょうど音量が50ですね。どこまで伸ばせるかな。ダップのマックスですげえちょうどいい。
うん、爆音でいけるね、これだったら。まあ、逆に外音を取り込むっていうのが少しレベルが下がりますよね。あ、でもいい音じゃん。はい、わかりました。はい、じゃあこれからちょっと検証していきます。この時点で分かってしまったんですけども、 iPhone では鳴らしきれない、で DAP MAX でいい感じっていうところですね。ちょっとここはすでに残念な点かなっていうふうに思います。まあね、高出力の自分のね iPhone が XR なんで、まあ古いのは古いんで、新しい iPhone とか、まあ、Android でもそうですけども、今のね新しいものであれば全然鳴らしきれると思います。はいね携帯高すぎて買えないんだなって、パソコン買える値段だもんね。はい、まあ愚痴言ってもしょうがないんです。それではちょっとね勉強しに行ってきます。ではまた会いましょう。はい、戻ってくることができました。それでは早速ですね、検証結果の方をレビューさせていただきたいと思います。拙い説明ですけども、皆さんどうかついてきてください。それでは行きましょう、レッツゴー。はい、それでは検証結果、レビューさせていただきます。はい、検証結果なんですけども、レビューさせていただきます。まずですね、私の体のことなんですけども、骨伝導イヤホン使うとですね、こう肌とのこの接地面がね、こう痒くなってしまって、あまり得意な方ではないんですよね。長時間の使用は無理かな。うん、そこで、まあいわゆるながら聞き用の中でも、いわゆるスピーカー型のイヤホンの方が好みですね。ビクターとかからもね、スピーカー型のながら聞きイヤホンですかね、こちら出ておりまして、やはりスピーカー型の方がしっくりくるなっていうのが、正直なところですね。でですね、非常に軽量で装着感は抜群です。でビジュアル的にもやっぱ結構映えると思いますね。音質に関してなんですけども、低音は、それなりに量感はあるんですけども、やっぱりね、逃げていってしまう部分っていうのは否めないですね。まあそこの部分を、こう、ボリュームで調整できるようならして使うことをお勧めいたします。で、中音、高音に関しては、まあスピーカー感が、結構しっかりしているので、耳のね、奥まで、ちゃんと音が聞こえます。でやっぱりね、ながら聞き用ということなので音漏れは当然発生するんですけども、まあ、TPO を考えて使用すれば周りに気を使うこともなくですね、爆音でいけます。考えうる使用例としてはですね、例えば家事をしている時とか、ジム、あとはワークアウト、こういったものをする時に最適なんじゃないかなというふうに思いました。IPX も5になっていますので、汗にも、動じることなく使うことができると思います。あとはですね、ポッドキャストですとかラジオコンテンツを、スマホで楽しむのにも、おすすめですね。重さを全然気にすることなく、概要もちゃんと取り込めつつ、そして、コンテンツも楽しむことができるということなので、こういった、ものをね、普段、スマホで楽しんでいる方にはおすすめです。ただ、あくまでね、ながら聞き用なので、こうしっかりね、音楽、がっつりね、リスニングしたいときっていうのは、やっぱり通常通りの、イヤホンを使用することで、逆にね、この住み分けの選択肢が増えるので、まあ音楽ライフが、いい方向に素晴らしいものになるんじゃないかなというふうに思います。まあバーッと述べてきたんですけども、うん。最後にね、通話品質を確認して、まあ終わりにしていきたいと思います。ただいまですね、本日ご紹介させていただいている、ワイヤレスイヤホンなんですが、
PayPal から出ております。イヤーカフ型の、ながら聞き用の、イヤホンとなっております。一応型番がですね、OWS の i の20という、型番になっております。マイクの音量音質いかがでしょうかね。綺麗に届いておりますでしょうか。こちらが本日ご紹介させていただいたイヤーカフ型のマイクの、通話品質となります。ぜひね、参考にされてみてください。はい、通話品質はこんな感じとなっております。皆さんぜひ参考にされてみてください。はい、それじゃあまとめていきたいと思います。本日はですね、PayPalから出ております、完全ワイヤレスイヤホンのながら聞き用の、完全ワイヤレスイヤホン、イヤーカフっていうのかな、そういうタイプになります。マイクのチェックなんかもしてみましたけども、まあね、いわゆる耳を塞がないっていうタイプの、いわゆるスピーカータイプの、イヤホンでしたね、今日はね。はい。型番が OWS、小文字で i の20となっております。はい。良かったところ、残念だったところは、良かったのは、まあ、お値段が安く、非常に手に入りやすかった。手を伸ば、リーチしやすかったっていうのと、まあ、これはもうね、個人によって違うんですけども、ながら聞き用のイヤホンにどこまでの性能を求めるかっていうことなんですよね。で、本当に、自分が今ね、ガチで使っているのは、サウンドピースのランフリーっていう耳掛けタイプで、後ろがもうつながっているものなんですけども、あれはね、低音が全くほぼ逃げないんですよ。で、出力もしっかりあるし、で、確かにアプリに対応してたと思うんですよ。で、そこで、EQ なんかをいじったりしていったら、使ってるうちにどんどん音が良くなっていって、もう、それ、めっちゃ買ってよかったみたいな。それ買った時もね、割引クーポンが多分、早期割引があったと思うんですけども、今、フルで使ってる、ながら聞くイヤホン、私の場合は、ランフリーになるんですけども、まあ、こちらね、一番私が良かったなと思ったのは、やっぱりメガネと干渉しないことですね。私のね、左耳のね、このフックの部分、ちょっとね、私、奇形な形をしておりまして、メガネなんか、この耳たぶの上に乗せてる、そう、肌と耳で挟んでるんじゃなくって、耳の上にちょこんって乗ってるだけなんですよ。だからすぐずれて、こうメガネもこうやって取れちゃうような感じなんですけど、そのね、状態で、いわゆる今ね、全般的に出ているワイヤレスイヤホンタイプのながら聞き用にイヤホンつけると、やっぱり、干渉しちゃうっていうのがあるんで、そういう面では私はこちらが合ってるのかなっていうふうに思いましたね。これは結構メガネしている人は、これはいいんじゃないかなというふうに思いました。あとは音質に関しては、やっぱり、まあ、抜けが多い。特に低音ですね。中音、高音に関しては、まあ、刺さるほど飛び込まない。そこまでの、なんだろうな、能力は、私の、ね、私のリスニング環境、iPhone の XR を使っての検証ではちょっとボリュームがもうちょっと欲しかったなと、マックス以上にね、うん、っていうのと、残念だった点はそうですね、同じことです。残念だった点はその iPhone じゃ鳴らしきれなくて、 DAP に行ったら DAP のマックスでやっとすごくいい音で聞けるようになった。これ、DAP のマックスで聞くと、アンビエントを入れた状態の、完全ワイヤレスイヤホンのカナル型みたいな音がします。
外音を少し取り入れて音楽のボリュームを少し下げたような感じになるんですけども、だからそこがね、まあ、いい点でもあったり、まあ、悪いというふうに捉えることもできるっていう感じですね。まあ今回ね3000円ちょっとで、しっかり検証ができたので、自分にはこのカフっていうタイプも、OK なんだなっていうのが確認できたんで良かったかなと思ってます。洗濯も干したり、あとはねお皿洗ったりとかね、掃除機かけたりとか、まあ、そういう時本当にいいかなと思いますし、あとやっぱりその家事の他にもワークアウトですよね、IPX5 相当なんで大丈夫だと思います。あとはいいところとしてはバッテリーが非常に長いこと、いわゆる本当にまあメーカーの方も歌ってますけども、カジュアル的な感じで使ってもいいんじゃないかなとは思います。本当にねしっかり普通に音楽に没入したいときは普通にいつも使ってるイヤホンを使っていただいて、まあねこれはねポッドキャスト聞くのにはね本当にいいと思う、それ専用にしてもいいぐらいの、まあクリアな音が、聞こえてきますので、そういう面から、アプローチしてもいいんじゃないかなっていうふうには思いましたね。まあいいところもありちょっと残念なところもあったっていうのが、結論ですね。で私の中ではまあ自分の耳の形状を計算しても使えるものになっているっていうところですね。なのでちょくちょく使ってみようかなと思います。でもサウンドピーツの今フルで使ってるランフリーに関しては、しっかりとねこう耳の上に乗るんだけど少しちょっと圧をかけたような感じで、くっついてくれるので、非常に使いやすくて重宝してます。まあそんなところですかね。まああれですね、すぐにどうこうっていうことじゃなくって、もしまあ興味が湧いたらですね、あ俺も使ってみようかなとか、私も使ってみようかなとか思ったらですね、で お値段が、安い時に買えばいいと思います。僕はね正直ながら聞きイヤホンに数万も出す必要はないと思ってる人間なんで、もう私はもうカナル型っていう感じですね。あとはまあ有線もそうですけど、ピタッとくるパッシブもしっかり聞くようなものが私の方が私は好みだということになります。まあ結論としてはまあ100点中70点ぐらいかな検討してる方だと思いますよ。まあもしねこの動画が参考になっていて、またね安くなることがあればね、ぜひ手に取っていただいても、購入のねリストに入れていただいてもいいのかなというふうに思いました。人それぞれの、デバイス環境によってちょっと影響を受けるところが強いので、そこだけは注意していただきたいなと思います。はい、これが今日のまとめとなります。本日の動画ここまでとなりますけれども、皆様最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ちょっとでもね参考になったよって言ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価いただけるだけでね、私の動画作成モチベーションバキッと上がります。その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、というわけでながら聞きイヤホンの、コスパタイプ、1500円の割引クーポンをなかったと考えても5000円以下なんで、まあ、それなりのコスパにはなっているんじゃないかなと思います。やっぱ3000円ぐらいだと、あこれコスパですげえ良かったなと思う。5000円近いと、もうちょっとその性能ってなるかもしれないから、いいお値段でいいタイミングで買えたのかなと思っております。はい、もしね何かわからないことがあれば、コメントいただければね
分かる範囲で、お答えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、夏の人はまた次の動画でお会いしましょう。皆さんですね、今年もね、音楽ライフが素晴らしいものになるように祈っております。はい、それでは、また会いましょう。バイバーイ。